こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギーコちゃんです。ダー覇者の塔30回来てるぞ。封印の破壊神女ってやつだよな。なので攻略していきたいと思います。行くぜー。8里30回封印の破壊神女女わわわわわ、さあ行こう。あれどうやってんだっけこれ、忘れちった。メンツは覚えてるんだけどね。こんな感じのメンツで確か大丈夫なはずなんだけども。まあいいや。とりあえず行こう。GO! Get away! よいしょ。これで、カオル君にも当てたかったよー。まあいいや。カオル君当たらなかったとしてもだ。これでいい。よっしゃー、おら。おらおら、次でこれ倒せるでしょ。場所いいね、おい。場所がいいよ、全員。すげえ場所よくないこれ。次、アシュラじゃなかったっけな。ほら、うわ、場所がいい。それ。場所最高やん。これ。あいだい痛くねえか。とりあえず、痺れてほしいな。あ、痺れねえか。そう簡単には痛ねってかよ。難しい話よ。16バリア引っかかるけども、ちょっとこっちに向かって、そい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 って感じでいこう。よし。ここまた、16バリアがね、ちょっとうざったいけども。あー、ちょっと待ってよ。話してないのは勝手に話した判定はちょっと、やばいよね、これ。これずるいよ、それ。これずるいよ、それ。日本語おかしい。これずるいよ、それ、本当に。なんだよ、その、これ。おりゃ!これずるいよ、それ。よし、こっち行った。で、次が、ルシファースタートか。ルシファースタートってどうなんだろう。16バリアなかったっけ?あ、そうか。ない、あるわ。あるから、しょうがないから、これ仲間になってる。どこ行った?あ、痛い痛い痛い。うん、これがね、結構痛いんで、確か。痛い痛い痛い。あ、でもいいや。これもう、ラスピンと狙っていくよ、俺は。あ、そこ、ちょうど悪いとこだな、おい。ちょうど悪いな。ちょうどいいの、偽物みたいな。ちょうど悪い。あ、いいじゃん、いいじゃん。一回ジュッてなってから当てていけば。うん、回復するし、最高でしょ。で、次が、痛いよ!すげえ痛いよ。これで、いけば OK でしょ。うん。あ、まだ倒せはしないか。難しいでござんす。ヒュルルルルルルーと思ったけど、これカオル君に倒せるね。オッケーオッケーオッケー。あー、取りたかった。たーたーたん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 。次なんだっけ、出すんかー。ドン。あー、マリ視点か。マリちゃんかー。マリちゃんとこきついな、これ。カオル君当てて、オッケーオッケーオッケー。あ、それは怖い。それ。OK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 。これ真上スペアってきたっけ？シュシュカーってなんかおかしいな。交換がおかしい。来なかったっけ？紳士服の来なかったっけ？みたいな。ですけどね、うわ、やべえな、これ怖え。うわー、亀甲縛りか。亀甲縛りも結構痛えな。よいしょ。やつを倒して、ドヒュンって来たんだ、これ。大丈夫？ドヒュン、痛い。痛いよ。でも回復があるから。薄めであれば上切るでしょ。触れないんかい。やるルート君。できればあれ、ハートときたい。あ、待って、倒さないで。オッケーオッケーオッケー。倒されたら困っちゃうよ。
マッチングマチコ先生になっちゃうから、よいしょ、これで倒したでしょ。全回復で進むと。オッケー、ここまでは順調の純ちゃん。次なんだっけ。そしてルシファースターズが重力バリアがないことを祈る。あ、これなら安心安全の戦いができるね。一ターンでね、すごいダメージが来るという。早いくなんないでね。オッケー。調子よし、よし。次誰？不動明か。おお、いいとこにいんじゃん、不動さん。でも、いいとこにいんだけど、こうやっていかないと。はい。何ですか、その謎の動きは。やってくれますね。これは、こうだな。とりあえず、鬼、このガキたちをどうにかしないといけないからな。で、復活すっけども、横間で落ちていけば、どうにかなるでしょう。これ、あっ、ちゃうだよ、ほんとにこれ。やべえ。これは、そんな難しくないっすよ。はい。痛い。これ。これで倒した。おめん壊したくない。2個壊したらアウトなんだよ、確かね。これ。薄めだったら大丈夫でしょ。まだ2個壊してないよ。痛いよ。ちょっと回復取っときてから、下のやつは取らないと。ふぅよし、え、なんだ、なんか最後、回復したらな、ペッて減ったんだけど。まあいいや。全員溜まってるじゃん。これは、いけるんじゃないの？そんな気しない？全力で右上のやつを倒すといいらしいよ。右上ね。抜けちゃったよ。抜け作先生じゃなきゃよ。こうかな。ちょっとあれだから、アーサーで頑張って抜ければいいなぐらいのやつにしとくか。パッとな。オッケー。アーサーが右上に行っとけば、問題ないですよ。ここに行けばね。痛い、やめて。次が不動明だから、使おうかな、当てよう。あ、取っちゃった取っちゃったピー。これ大丈夫か、これ。まあ大丈夫か。うん、まあ大丈夫でしょう。痛い。あ、待ってこねえかな。これで、当てる。不動産にも当てて。オッケー。まだ大丈夫ですよ。くれ、頼む。危ない戦いだったが、制したのは俺だ。よし、大勝利の予感ね。ボス来た。スーボーが来たよドッスンと。いいね。おお、いいじゃん。場所がいい。横間で上がっていくわ。ザコも倒したいからね、ここはね、確か。オラって感じで。あ、ちょっとうざい。まあ、ここはね、こんな感じかな。痛い、レーザーが結構。レーザー？うん、レーザーが痛い。それ！下のビゼラ、これで倒せるから、こうか。OK。あ、そうか。で、フェンリル。フェンリル兄さんは、微妙なんだよね。フェンリルさんはどうしよっかな。
ちょっとこっち行こうかな。これで右上のザコも倒しつつ、真ん中の人はあんま動かずに済んでしょ。こうでいいかな。こんな感じかね。こんならいけるっしょ。それこれでフィッシュかフィッシュかね、2人当てれば倒せるし、いい感じ。痛いよ、めちゃくちゃ痛いよそれ。確か下触っても意味ないから、ちょっと濃いめに。でも上当たっちゃったら死んじゃうけど、まあ頑張ろう。よいしょ。あ、大丈夫だね。で上から下に向かってドライクショット、いくぞ。こうかな。ドド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 ンと。まだ大丈夫っしょ。ウィー回復あんじゃん、最高。痛い、よし。ここで金ハート、金ハートござんす。キュルルルルルル、いけるいける、これはいけるでしょ。ボボボボンと。オッケーオッケーオッケー。でここでだ。ちょっとねハマるのもあれなんだ。ああちょっと待って待って待って、滑っちゃったよお前。そらなしってよ。おおおお、オッケー、勝ったな、もらったな、よし。たまにね、iPod ってあれなんだよ、もう何回言ってんだろうね。 iPod のこの一番最新モデル、まあ、iPod かな、iPod Touch 自体が、こう、話してないのに、勝手に話した判定になるってね、恐怖の、あれなんですよ。怖いわ。やったー、クリア。なんだっけ、これ。30回って。あ、こいつか。はい。バベルでした。以上、30回。リコちゃんでした。バイバイ。